なぜだ、なぜ勝てない。高い手を狙いすぎだと何度も言っておろう。もう一回、もう一回だ。次は何をかけるつもりだ。そもそもなぜそこまで勝利に固執する。あ、妙なことを聞くのだな。いかなる勝負も勝たなければ意味がなかろう。これは遊戯だ。そこまで執着することもあるまい。戦も賭け事も負ければ何かを失うのは同じこと。勝たねば何をなすことも叶わない。だからこそ私は勝たねばならんのだ。半裸でなければいいセリフなのだが。うん、兄様。これはどういうことなのです。違うのだ。決してやましいことなど何もない。そうだな。うむ、オシトルの容赦ない攻めに、ただ私が手ごめにされたに過ぎん。なんでわざわざそんな紛らわしい、わざとか、わざとなのか。にわかには信じられんな。発注将が一人、イズル派の時房様より同盟の申し入れで間違いないのです。イズル派か、懐かしい響きだ。二人は時房殿が治めるイズル派の出であったな。やつは父上の後釜に過ぎん。もともと彼の地を治めていたのは発注将であった我々の父なのです。強くたくましく義に熱い、まさに長の中の長だった。では時房殿との面識はないのか。ないこともないが、人柄までは昔父と確執があったことを知っているという程度です。どうするのです。罠かもしれぬ。だが発注将と相まみえる好機では。イズル派へ立つ。歩きづらいのです。手繋ごうか。目的地まであと少しです。もうしばしご辛抱ください。そういえばキュールはどうしたのだ。エンナカムイを出た時には。戦が目的ではないが、万が一ということもありえるからな。そうだな。素敵なところなのです。まあ何もないところだ。おお、お客さんかい。ただいま戻りました、父上。お元気そうで何よりです。そりゃお互い様だな。どことなく佇まいが似てるな。でそちらさんは。お初にお目にかかる。それがしは大和右近衛大将オシトル。エンナカムイより正常の名代として参った。元宝と申す。今は一線を退いた身ゆえ、簡素な挨拶で容赦願う。娘らが世話になっているようだな。ああ、いや、こちらこそ。なるほど、あんたが噂の右近衛大将殿か。いろいろと耳に入ってきてるぜ。まるで全て見透かされているようだ。まあ何にしても立ち話ってことはあるまい。ついてきな。突然の来訪、誠に申し訳ない。そう固くならんでいい。俺はもう隠居したみ、礼儀を気にする必要はねえ。では、元宝殿は釣りをたしなまれるのか。おお、あんたもやるのかい。こんな陽気の日に木陰で杯を傾けつつ釣り糸を垂らすなどできましたら格別でしょうな。ふん、噂では散々な言われようだが、分かってるねえ。とすればお前ら行ける口かい。ご相伴に預かろうかな。そう来なくっちゃな。それじゃあすまんが、ちょっと手伝ってもらえるかい。もちろん。父上、折り入って話がある。はあ、やれやれ、まったく無粋なやつだ。こらえ性がねえのは相変わらずだな。なぬ我らの来訪、その目的がお分かりになりますか。こいつが何の理由もなしに帰ってくるはずがねえからな。くぬぬ。
ヤマトの気な臭さには気づいちゃいたが、まさかそんなことになっていたとは。ここに来たのも味方欲しさってとこか。まあ目のつけどころは悪くない、だがダメだ。なぜです、父上。正常の名のもと逆賊を打ち果たした暁にはお家の再興も。やっぱりそんなくだらないことを考えてやがったが。なあオシトル殿、俺はなお家での士族だのなんて重てえもんをこいつに背負わせるつもりはねえんだ。しかし皆のためにも私は。誰かのためだなんてセリフ軽々しく口にするんじゃねえ。だいたいお前一旗あげると言ってここを飛び出してから何かなしたのか。しかし父上がお力を貸してくだされば。俺は国を追放された身だぞ。今さらのろしを上げたところで他の連中を集められるとは思えねえ。いえ、きっとみな喜んで馳せ参じてくれるはず。たとえそうだとしても、それは俺が声を上げたらの話だろう。自分から首を突っ込んだんなら、てめえで何とかするのが筋じゃねえのか。つまり、ノスリ自身の力で士族をまとめ上げねばならぬと。そういうことだ。はあ、後先考えないのは相変わらずか。それが姉上のいいところですから。だね。裏表のないノスリだからこそみんなからも信頼されているんじゃないかな。欠けているものがあればみんなで補えばよい。我らは仲間なのだからな。お前たち、まあ手っ取り早く士族の連中をまとめるには金印を掲げてみせるこった。金印？かつて帝が諸国の王路に授けたとされる金でできた印章なのです。言い換えれば権威の象徴かな。イズルハは寄合所帯みたいな国だ。そういうでけえもんに集まる力には侮れねえもんがある。それを手に入れさえすれば。そう簡単な話じゃねえぞ。金印が長の証ならば、今それを持つのは時房が長でいられるのも金印のご意向ってのが大きい。それを頼みにしてる以上。それでも私はなさねばならぬのです。それに時房殿とで義に生きるエベンクルガの男、事の真相を知れば心よく譲ってくれるはず。はあ、さすがは姉上、その澄み切った志に心が洗われます。うん。まあ天下の右近衛大将がついてるんだ。めったなことはねえが。だが気をつけな。うん。時房が色目を使っているのはあんたらにだけじゃないみたいだぜ。さて書面での返答はもらっているが、今一度貴殿の口から直接聞かせてもらえぬか。答えは変わらないでおじゃるよ。采配所はもうしまいにするでおじゃる。ほう。オシュトル殿と対峙したとき、マロは何も。雷光殿に目をかけていただいたのは行幸の極み。なれど、ここはどうかマロのわがままを聞き入れてほしいでおじゃる。戦は人を変え人を奪う。それを受け入れられぬのが貴様の気質であり、采配師としての弱さであろうな。歩む道は違えども志は同じ。ヤマトの平和と安寧のためこれからも頼むぞ。雷光殿、不祥マロロ心得たでおじゃる。せっかくだ、茶でも飲んでいくといい。貴様のために需要に良いものを特別に取り寄せたのだ。少しゆっくりしていけ。マロのためにそんなことまで。どうぞ。ありがたくいただくでおじゃるよ。さすがの姉上も緊張しますか。仕方なかろう。是が非でも金印を譲ってもらわねば。気負わずともよい。本来の目的は時房殿との接見なのだ。
く来てくれた、オシトル殿。久しぶりですな。時房殿もおかわりなきようで何よりだ。おかげさまで。ところで、正常はどちらに？こたびの来訪は同盟締結のため、正常にはその後にお目通りいただく。ああ、いや、それは当然でしょうな。同盟を結ぶまでは警戒するに越したことはありません。では、中へご案内いたしましょう。城内が随分と物々しい様子ですが、ご心配には及びません。万が一に備え、国境に兵を配すべく準備を進めているところなのです。もしや朝廷は時房殿の動向に？おそらく感づいているでしょうな。何、こちらの心さえ決まっていればどうということもありませんよ。さて、早速ですが話を詰めてまいりましょう。その前に一つ伺っておきたい。こたびの同盟における時房殿の本音を。本音ですか？これまで中立を保ってきた機構が朝廷の牽制を受けてなお同盟に踏み切るという、相応の理由があるのではないか？さすがはオシトル殿、正常の信任が厚いのもうなずけますな。無論打算もあります。ですがもう耐えられないのです。私が犯した過ちで士族の皆が苦しむことに。10年ほど前、我ら士族は帝への献上品を運ぶという大命を負っていました。しかしあろうことか、それを破損させてしまったのです。帝は大層お怒りになられ、あわや士族の存続すらも危ぶまれる事態。故に我らは選択せざるを得ませんでした。士族の誉れそのものであった先代の長の追放を。父のことか。あ、もしやそちらのお二人はノスリ殿と奥義殿？ああ、よく見れば若き日の元宝殿の面影が。お二人にはどうお詫びをしても足りますまい。ですがあれは我らにとっても苦渋の末に下した決断なのです。元宝殿を失った影響はあまりに大きかった。後を継いだ私は己の才を信じてできる限りのことはしてきたつもりですが、それでも私に従う士族は多くはない。長の立場も形ばかりでしかありません。それゆえか我が国はたびたび当てこすりを受けてきました。中立という立場にも朝廷は不満を持っていたのでしょう。それで縁中向いと手を組もうと。正直私の力だけでは大和の軍勢に対抗する術はありません。しかしノスリ殿がこの場に居合わせたのは強行。同盟がなった暁には私に代わり士族のまとめ役になっていただきたい。私にか？元宝殿の長子、これ以上の敵役は他にいますまい。イズル派のためだ、私に任せておけ。おお、やっていただけますか。ご立派な跡継ぎができて元宝殿もさぞ鼻が高いことでしょうな。ああ、いや、実はまだ正式に家督を継いだわけではないのだ。なんと。だが必ず継いでみせよう。そのために父上の説得に手を貸してほしい。と言いますと？例えばそのピカピカ光る正たる証のようなものとか。もしかしてこれのことでございますかな？そう、それだ。時房殿、その金印をお貸しいただけないでしょうか。姉上が手ずから見せれば復縁の証として父上も納得するかと。ああ、いや、これはとても大切なものでして。お、あ、ちょっと、な、ちょ、金だ。はあ、ともあれ、皆、長旅でお疲れでしょう。今日のところはこの城に滞在されるといい。かたじけない。ご厚意に感謝する。では皆様ご一献。あら、どうかしたのか？うんうん、大丈夫。それよりいいお酒はもっといっぱい注いだ方がいいかなって。とっとっと、ど
うぞ。ちゃんと飲んでね。では我々の同盟を祝って。さあさあ、遠慮はなしでどんどんやってください。さあ、時房様もどうぞご一行。あ、いや、私は。あ、こぼしちゃった。あ、これはすまぬことをした。ちょっと拝借。さあ、お一つどうぞ。では一本。まあ、お強いんですね。これでも若い頃は酒豪と歌われておりましてな。どうかしたの？ちと飲みす。時久様。ああ。ごめんね。失礼。やはりあの酒に何か仕込んであったのだな。眠り薬が入っていたかな。なるほど、それで着付け薬を。同盟をちらつかせ、こちらを罠にはめようとしていたのだろう。信じられん。長としての自覚はないのか。金印は本物のようですね。宴席へ持ち歩くとは不用心。逆に用心深いのかもしれません。他人を信用していないのでしょう。信じることをやめたら誰もついてこないと思うが。さて、急いでここを脱出しないと。時房様、時房様。ここは。あ、オシトルたちはどこだ。いえ、我らが駆けつけた時にはもう。ない、金印が、私の金印がない。オシトル。はあ、よく無事に持ち帰ったな。ふん。しかし、同盟を餌に獲物を釣り上げる腹積もりだったが、何年経っても少年の方は変わってないらしい。もしかして父上が追放された時も。あいつのことだ。自分に都合よく話したんだろう。俺がしくじって責任取らされたとかってな。違うのですか。大筋は間違ってねえよ。あれ確か帝への献上品を預かり、一旦イズルハの城へと持ち帰る時のことだったか。やけに事故が続く妙な日だったが、まあなんとか無傷で白病を得られたんだ。万が一を考え、本物を別のやつに運ばせていたのが功を奏したのかもしれん。だがその翌朝、やつはこう言ったのさ。大事な献上品が壊れてるってな。城に運び込んでから壊されたと。帝に釈明なさらなかったのですか。俺は気づいちまったんだ。この程度のことで追われるような地位なんて何の意味もねえんじゃねえかってな。そんなことは。長になるってのはそういうものだ。で、そいつはどう使う気だ。これは正常にお返しする。姉上。私が欲しいのはこんなものではない。じゃあ家督か。それもただの手段だ。私は父上のような威風堂々とした長になりたいのだ。金印などなくとも私を慕ってくれる者がいる。認めてくれる者がいる。私は私のやり方で父上以上の長になってみせる。何がおかしいのですか。オギ、やはりこいつはアホすぎてお前でもままならんようだな。とんでもない。僕ごときが姉上を御するなど。ん？大変なのです。兵を出せぬとはどういうことだ。こちらが兵を出すのはオシトルたちを捕らえた場合という約定ではなかったか。だがせっかくだ、
一つ策を授ける。策？エンナカモイに向けて朝廷軍が出兵したとの知らせが。森に隠れた獲物は巣に放たれた炎に慌てて飛び出してこよう。お、何事も結果が全てだ。勝てばどんなご託も聞いてやろう。八中将長言の時房の傭兵、とくと見せてくれる。オシトルたちは必ず餌に釣られ縁の株へ動く。我に巣穴が知られているとは思わずに。我がしつらえた狩り場で一網打尽にしてくれる。んで、起因は我のものだ。詳細を伝えてくれるか。朝廷軍が縁の神へ向けて出兵したです。総勢2000強、数日中に縁の神へ到達してしまうのです。敵将は一段の先頭に左近衛大将旗が。左近衛大将、三日月か。三日月？三日月が出てくるならば。主様、兄様。エンナカムイへ戻るぞ。最短の道はこちらですが、本当に良いのですか？構わん、猫ね。はいです。言われた通り、すでに伝令は出しているです。伝令？援軍でも頼んだのか？時房が雷光とつながっているのなら、隠れ里の場所も露見しているだろう。であれば、間違いなく我らが帰還する途中に罠を張る。そこまで予測できれば、こちらの打つ手もあるということだ。目標部隊、予想通り進行中。全部で7人、兵は帯同しておりません。元宝から兵を借りたかと思ったが、一人もなしか。哀れオシトル、ここが貴様の墓場よ。配置につけ。あ、もう少しで大峡谷に出ます。そこから半時も進めば国境を抜けられるかと。皆警戒を厳とせよ。おのれ卑怯な。構うな、走るぞ。おや、どうした？川が干上がっています。好都合だな。早々に向こう岸へ渡るぞ。オシトル、よくぞ参った。だがここは七、貴様らは完全に包囲されている。私の金印を返せ。そうすれば命ばかりは助けてやらんこともないぞ。兄様、やはり前後から包囲してきたか。どうするのだオシトル。慌てるな奥義。夜が明けるまであとどのくらいだ？一時もかからないかと。十分だな。みんな聞いてくれ。何か策があるんだね。了解、主様のお言葉通りに。何をごちゃごちゃと。勝ち誇るのはまだ早いのではないか。うん、我らは一騎当選。遠巻きから弓矢の100、200放とうと撃てはせぬぞ。その通り、ふぬけの矢など恐れるに足らず、真のエベンクルガの矢を受けてみよう。怯えるな、行け。行くぞ。立ちふさがる兵は全て蹴散らせ。
ノシシを捕らえるのにわざわざその前に立つ愚か者はおるまい。カーリートア、どうするものだ。どこを撃っているか。所詮はまやかしの王さ。父上の足元にも及ばん。あ、何これは。うわ、違和感の正体はこれでしたか。それでもエレンクルガの将か。構うものか。勝てば我が名は常しえに響く。最後の機会だ。これ以上抵抗するならば容赦はせん。どこまで。さあどうする。わかった。賢明な判断だ。兄様、まずは奪った私の金印を返してもらおう。貴様の負けだ、時房。何？兄上、お待たせいたしました。バカだ。形勢逆転だな。時房様、ここはご退却を。貴様、このまま諦めろというのか。いえ、ただこの状況では。何を。まだ。時房、もうやめろ。何。貴様。父上と和睦してくれ。過去のいさかいで同じイズル派の民がこれ以上争う必要はない。元宝ばかりか。貴様のような小娘まで我を愚弄するのか。元宝という大樹が堂々と生い茂るほど雑草に過ぎぬ我は影に隠れ花をつけようと誰にも顧みられぬ。士族の王様、八中将も偽物を飾る能書きに過ぎぬ。そんなわけない。どちらも名誉の証ではないか。綺麗事を言うな。だが金印さえあれば話は別だ。権威の象徴、正当たる権力者の証、帝に認められし、イズル派の王路たる者として我は君臨できる。名誉も権勢も全て後からどうにでもなるのだ。これがそんなに大事なのか。当然だ。こんなものがあるから。我の。よせ。取り戻したぞ。これで我は王さ。我は八中将である。皆よく集まってくれた。これより継承の儀を執り行う。ノスリ。はい。新たな長としてイズル派の未来を背負う覚悟はあるか。もちろんです。
先代の長、元宝の長女ノスリだ。帝がお隠れになられた今、ヤマトは、後継たる安寿姫殿下は大いなる苦難の中にある。私は正常のお力になるべく、こたびふるさとに舞い戻った。時房が持っていた金印は、奴と共に大峡谷の濁流に飲まれ消えてしまった。だが私は金印に頼らずとも、父上を超える立派なおさになってみせる。正常のため、皆のイズル派の力を私に貸してくれ。おう。金印に頼らずか。新たな長の門出を祝うとするか。今日は大いに飲んで食ってくれ。報告は以上となります。うん、ご苦労じゃった。朝廷軍はどうなったの？国境に至ることもなく撤退していった。三日月も結局帯同していなかったようだ。陽動だったってこと？イズル派との同盟も相なりました。必ずや正常の心強いお力となりましょう。新たな長としての働き、期待しておるぞ。お任せください。これも元宝殿のご助力があったからこそ。改めて感謝するぞ。もったいないお言葉ですが、俺は何もしてませんよ。ご謙遜を。事前に各氏族を訪ねてくださったことで、滞りなく継承の儀ができたと聞いています。この先もお力添えを頂戴したいくらいなのだが。もう若くねえし、隠遁生活に戻りたいんですがね。でもまあ、長が不在の間の留守番くらいはやりますよ。ところで一つお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか？うん。なぜうちのガキをおそばに置いてくださっているのでしょうか？迷惑ばかりかけていないかと心配でして。ふん、ノスリはな、世を救ってくれた恩人なのじゃ。恩人？父上が亡くなった後、毒を盛られ命まで狙われた。そして偽物が現れ、立場も何もかも失った。そんな世に手を差し伸べてくれたのがノスリやオシトルじゃった。この者たちだけなのじゃ、世のそばにいてくれたのは。それでは答えにならぬか？十分すぎるお答えです。お父上、大切な話とは？うん、ウコンエ大将オシトル、なかなかいい男じゃないか。噂にたがわぬ名将だな。父上がそこまで褒めるとは珍しい。どうかされたのですか？何、俺はあの男が気に入った。あの男が欲しい。はあ。いや、正確にはあの男の血脈がってことなんだから。お、血脈？はあ、相変わらず鈍いな。つまりあのウコンエ大将殿と年頃になれってことだよ。お、これが。はい、チャモックの肝です。うまそうだな。送ってくれたシス殿に感謝せねば。なぜ兄様に？クシューリではチャモックを家族や親しい方に振る舞う習慣があるんです。ぜひオシトル様にと。ん？そういうことであればありがたくいただこう。それってこれは鉄品だな。うん、うまい。本当に鈍感なのです。うん、ノスリ？オシトル、よかったら明日狩りに行かないか？はあ？
それにしても今日は絶好の狩り日和だな。前に狩りに出た時も快晴であったか。あれはエンナカムイに戻って間もない頃だったな。え、ああ。見事であったな。ノスリの狩りの腕前だ。それがしが知る中では一番であろう。そうか。いや、そうだろ。いい女とは。あの右近衛大将殿と年頃になれってこったよ。そうだ。狩りの手ほどきしてやろう。何？遠慮するな。まずは。何がしたいんだ。やはりやめておこう。勝負に情けは禁物だからな。さすがだな。当然だ。これくらいは造作もない。狩りはやはり落ち着くな。それがしも負けていられぬか。今日は調子がいいようだ。いかん。勝負に集中すれば。やはりノスリにはかなわぬな。腕を上げたようだがまだまだだな。では勝利の証としてとっておきの一本をもらうとしよう。ふん、致し方あるまい。今宵は愉快な宴席となりそうだ。いくらか持とう。あ、すまんな。では各の獲物を。気にするな。また狩りに来ればよいだろう。そうだな。ありがとう。どうした？改まって。オシトルのおかげで。こたびのことで前進したとはいえ、帝都奪還への道は未だ遠い。これからも頼むぞ、ノスリ。そうだな。なんだかこうしていると子供の頃に戻ったようだ。子供の頃？こう見えても昔はおてんばでな。昔は？時々父上について山を登ることがあったのだが、幼い子供には無理があって疲れて眠ってしまった私を父上がこうしておぶってくれたものだ。その時の背中は広くてあったかくて、こんな風に。ようやく戦力の地盤は固まってきたといったところか。これまでの苦労がやっと報われたって感じだね。周辺諸侯も続々と同盟に参加してきてるのです。これでこちらが包囲されるという構図は打開できたかな。だが攻めるにはもう一押し。やはり那国と連携する術を模索せねばならんか。那国って確か当初から支持してくれていた国だっけ。はいです。帝都を挟んだ海の反対側だったのでこれまで連絡を取れなかったのですが。兄上、失礼します。どうした？
会場にナコクとシャッホロの旗を掲げた船団が現れました。報告によると朝廷の強襲を受けてナコクの首都ナーラが陥落したと。なんだと。そんな。一団を代表してシャッホロの王路ソヤンケクル様が正常への謁見を希望していらっしゃいます。トト様。この番組はキングレコードとアクアプラスの提供でお送りしました。私はナコクの王子イタクと申します。こたびはぶしつけな訪問になったことを何卒ご容赦ください。男前やね。優しそうな感じの人かな。儚げなのです。ナコクの事態は聞いている。心中お察し申す。しかし王子自ら来られるとは。単刀直入に申し上げます。ナコク奪還のため兵をお貸しいただきたい。兵を。ナコクはハントどもから再三の要請を拒んだために侵攻を受けました。世に組みしたがためなのか。いいえ、我らが忠誠を誓ったのは姫殿下アンジュ様のみにございます。王路である父は負傷し城は取られました。ですが那国の兵たちはまだ戦えます。どうかお願いいたします。我らに姫殿下のお力を。那国はエンナカムイから海を越えて帝都の反対側に位置する国。奪還することが叶えば朝廷の兵力を東西に分散させることも可能。勝算はあるのかね、右近衛大将殿。それがしは勝ち目のない戦とは思っておりませぬ。とはいえこちらの増援だけでは苦しかったのも事実。シャッホロの参戦は正直ありがたい。やはり正常は偉大であった。君のような傑物を見出していたのだからね。なんか用件？いえ、少しお話しようと。うわ、あれはなんだ？とんでもなく大きいだ。あれが稲葉の大橋。帝が奇跡の力で作ったという帝都へとつながる橋ですか。すごいですね。伝承によると橋が作られた海の上には完成の前日まで影も形もなかったそうです。ですが日が沈んで一夜が過ぎ朝が訪れた頃、夜明けの光の中であの白く巨大な橋が姿を現したのだとか。あれをたった一晩で。はい、帝の一言で帝都側から無数の白い石が飛来し、まるで最初からその形であったかのようにピタリと組み合わさっていったと。にわかには信じがたい話ですね。帝すごいぞ。少しは自重しろよ兄貴。絶対めんどくさくなっただけだろう。ですがあの橋も今イタくん、ちょっと肩に力が入りすぎやい。すみません。ほほー、思いのほか大物が釣れたでおじゃるよ。にょっにょっ。
アティさん。あれ、うちの名前。約束を覚えていますか。約束？叔父上から聞いておりませんか。私があなたの言い名付けであるということを。トト様から、うちの言い名付け。初めて会ったのはナコクの城内でした。あなたは私の世界を広げてくれたのです。もしかしてイタクアンってあの小さな男の子系？あ、思い出してきたい。お城の抜け道からよく町へ出かけてたな。幼い頃あなたと引き合わされて以来、片時も忘れたことはありません。え？あなたを守れる男になろうと努力してきました、アトゥイさん。あと少しで我らの隠し砦に着きます。あなたを見れば父もきっと喜んでくれるでしょう。イタク様、イタク様だ。ソヤンキクル様、天空を連れて戻られたのだ。イタク様。最初辛労をかけたな。みなも待たせてすまない。ご帰還お待ちしておりました。必ずや戻られると思い、この砦だけはと守っておりましたぞ。みんなのもの少しは落ち着かぬか。よくぞ持ちこたえてくれた。いくら礼を述べても足りないくらいだ。さあみなに紹介しよう。こちらがかの名高き右近衛大将オシトル殿である。直々に来てくださったのか。オシトル様、なんと心強い。ありがたし。この戦、互いに力を合わせれば必ずや勝利できよう。申し訳ありません。ひとまず砦の中で休んでください。報告によると、ナコクの首都ナーラを攻め落とした朝廷軍は大橋につながる宮廷を占拠しているようなのです。城にこもっている相手なら今の兵力だけじゃ厳しいかな。ならうちが突破口開こうか。首都ナーラは三方が海に面している上に強固な城壁で囲まれているのです。攻め込めるのは南側しか。おやや、遅れて申し訳ありません。いや、では軍議を続けよう。まずはこちらのほぼ全軍をもってナーラまで攻め上ってゆく。城都での戦が始まると同時に城内に潜入した別動隊が奇襲を仕掛けるのだ。城内ね、方法あるのかい。イタク殿が脱出の際に通ったという地下通路を使う。内側から暴れ、混乱に乗じて城内から門を開き、味方の軍勢を迎え入れるのだ。いくら固い城壁でも内部から手引きする者がいれば意味をなさぬ。こちらの勝利は確実なものとなろう。へえ、突拍子もない策かと思ったが、これならやれそうじゃない。どれくらいの人数で奇襲を仕掛けるのです？本体の戦力は削れないかな。少人数で向かうことになると思う。外で全軍を指揮できる人も必要なのです。そこで私の出番というわけだね。トト様、ソヤンケクル殿はナコクの知性にも明るく、発注将として兵たちにもその功名は鳴り響いている。貴殿が外で指揮を取ってくだされば、それがしは城内への奇襲に専念できます。引き受けたよ、この大役。下手打って味方の足引っ張ったら承知しないえ。これは手厳しいね。しかしこの策が読まれていた場合に備え、敵に先んじる一手が必要だ。それならうちにいい考えがあるんやけど。いい考え？うん、あの、なるほど、それならば。待ってください。うん、アトゥイさん、あなたにはこの戦から外れてほしい。うち
地に外れて。先ほど父の亡骸と対面してきました。父は私に希望を託し、那国の民を守るために散りました。私はアトゥイさんを守りたいのです。イト君。アトゥイ、少し良いか。オシトラ、どうするつもりだ。守る言われてもな、運が悪ければ誰でもいつかはコロンって言ってしまうんよ。どんなに強くたってそういう時が訪れるんは変わりないんえ。それではネコネやクオン、それがしたちが戦の中命を落としたとしたらどうだ。ネコやんやクオンはんが。そうだ。なんや、嫌やな。落ち着かないような、胸の真ん中がキュッてなる感じ。なんやろこれ。それが大切な人を亡くしたくないという思いだ。夜明けには出陣する。今のうちに考えておくのだ。どんな結論でもアトゥイの判断をそれがしは尊重しよう。これが大切な人を亡くしたくないって気持ち。私はアトゥイさんを。お兄さんがいなくなった時、そっか、これ。久々に暴れるとしようか。始まったな。それではこちらも動くとしよう。はい、案内は任せてください。うん。城の地下がこんな水路になっているとは。町のあちこちにも通じています。王城までつながっているのは王族と他にごく一部のものしか知りませんが。なるほどな。これならうまくいきそうだね。ソヤン・ケクル様の指揮する本隊がそろそろ城壁を攻めている頃です。こちらも一刻も早く内部から城門を開けなければ。構え！あなた！おう！やはり城に引きこもりましたか。上々だよ。守るべき町に被害を出すわけにはいかないからね。力攻めはしなくていい。じっくりと行こう。はい。しかし思いのほか抵抗が薄い。何か目論んでいるか。お手並み拝見だね、ウコンエ大将殿。抜けたか。誰もいないぞ。おかしい。さすがにそんなはずは。やはり待ち伏せされていたか。やれやれ。待ちくたびれたでおじゃるよ。おしとる。マロロ、貴様は我が城を落とした采配師。マロロ、本当にマロロなのです。禍々しくて怖い顔。これは抑えられない心のたぎりが現れているのでおじゃるよ。何この炎、まるで生き物みたいに。強くなった。
以前よりも呪法の許容量が大きくなっています。マロロ、なぜこんな。それがしはお前が味方になってくれることを。よっ、マロはこの時が来るのを待っていたでおじゃるよ。友をあやめ、行為の簒奪を図った逆賊をこの手で討ち取る時よ。友をあやめって、そんなことあるわけないです。マロロ、何を言っているのだ。マロにはわかるのでおじゃる。今そこにいるオシトルは別人であると。マロ、見たのでおじゃる。かれるも槍の木屑となるも炎に焼かれるも好きな死に様を自分で選ぶでおじゃる。マロロ、ヨホホホホ、悪殿、仇を、悪殿の無念を今マロが晴らすでおじゃるよ。悪殿、悪殿。兄様。構え。あら。撃って。やあ。なんだ。今だ。未来行くと。おさ。任せて。連中がいたでおじゃるか。隠し通路は玉座の間のみではなかったでおじゃる。そういうことやい。舞台を二つに分ける。うん、城内に手引きをする言うても向こうだってそれは警戒しとると思うんや。実際一度いた子あんたちに逃げられとるわけやし。ほう、あつい。しかし地下の道は王族の者しか分からないのではないか。城の中はいたこんしか分からんかもな。でも町に続く道ならうちも覚えとる。オシトルハンナが町内を引きつけておいてくれれば。なるほど、それならば。どうしても出陣されるのですか。あなたにそんな危険なことをさせるわけには。いたこん、うちはいたこんのために戦いたいんや。え、国を元通りにする痛くあんの願いをうちも叶えたいんや。大切な人を亡くしたらその気持ちはうちにもわかるから。槍では負けへんよ。やっと戦場に出られたんやな。大暴れせんとな。派手にやっているようだね、我が娘たちは。マロロ様、城門が破られました。守備兵はまだ粘っていますが、町はすでに奪回されたようです。仕方ないでおじゃ。マロはもう一仕事あるでおじゃるが、お前たちは撤退せよ。門の兵にも時間を稼いだら降伏してもよいと伝えるでおじゃ。はっ、ぼーっとしてるとひどい目に遭うと思うよ。アーティさん、まったく、一人で突っ込んでどうするつもりだったのだ。大丈夫、オシトルハンならこうして背中を守ってくれるって思ってたもん。
さて、そろそろマロはおいとまするでおじゃるよ。この国での目的はもう果たしたでおじゃる。それは天の御柱、一体どうやって？マロはテートより使わされた采配師でおじゃる。橋に関する記録は調べ尽くしたでおじゃるよ。それではごきげんようでおじゃる。オシトル。オシトル、どうするの？イタクト、マロロが持っていたものは何だ？あれは帝から大橋を賜った時共にいただいた大切な。イタク。イタクト、アツイ、急いでマロロを追うぞ。マロロの、いや雷光の目的は稲葉の大橋だ。